はい、よろしくお願いします。お願いします。ようこそお越しくださいました。この曲と一緒に出れるペースが止まらないよ。テンション上がっております。なあ兄貴、俺も始めるわ、ドラクエウォーク。どうしたっけ。たまにはこうやって二人で歩く理由作るのもいいかなって。なんだ、ドラゴンクエストウォーク。じゃあ泊まりでもして帰るか。すごい楽しみにしてて、はい、で実際想像と違ったそのコンテ、CM のコンテをいただいた時にすっごいエモいんだよね。そうなんです、泣ける、ね、泣けるんです、この頃。だからなんかちょっと友や相手だし、はい、なんかいつも以上にちょっとなんですかね、 CM スイッチというよりは、はい、ちょっと俳優スイッチが入った。ちょっと入りました。いや、 やっぱりね、思ったのと違いましたよ。もうイメージでは僕とケイ君がなんか勇者とかの紛争して、はい、グリーンバックでやーってやってたんですよ。確かにものすごいエモい音声、シナリオが来て、うん、これはちょっと なんだろうな、しっとりしなきゃなと思いながら。たまにはこうやって2人で歩く。ちょっとどうするぐらいですかな。朝早かったよね。早朝4時です。泊まりでも早かった。暗いうちからスタンバイしてて4時。まあ、全ては稽古が忙しいから。違う。でも全然パターン違い、いくらでも17個までやりますよ。じゃあお気にしちゃう。そんな大人じゃないの。お互いなんていうんですかね、役者としての下積みが長いっていう。ね、だから結構なんか根っこにある考え方はなんかお互い結構頑固というか、やはりね、お互いこう譲れないものはあるんだなっていうのは感じますけど。でも僕から見たらケイさんだいぶいい役やってました。そう、はい、そう。まあそうかな。でも俺いっぱいやってるからね。確かにね。繊細さ、優しさ、博愛、慈悲深い、うん、そういうところが似てるかな。そうだな。何かその繊細、慈悲深さ、うん、エピソードがあったりしますか、ね、ない。余ってる時は僕本当に寝ないでやるんで、しんどかったです。で、ずっと、なんですかね、一日中とにかくずっと起動はしてるんで、電池もすぐなくなりますし、僕、多分最近はないですけど、ちょっと前の撮影中とかは外でロケがあると、とにかくウォークモードして僕ずっと入れてるんで、お芝居しながらもずっと戦ってるから。だから一回、確定巡りといいますか、今日は一日友達といろんなとこ行って、とにかく絶対確定拾うぞっていう時は20時間ぐらい旅してましたけど。20時間。はい、20時間はでもさすがに良い子は真似しないでレベル。はい、真似しちゃダメだね。そうですね、また今熱中症とかも心配ありますから ね、 そうだね、まあ、気をつけながら楽しんでいただければと思います。